在も雨は降り続いておりますが、レースコンディションとしては穏やかです。シリーズ5日目後半戦が続きます。8レース一般戦です。1号艇には松井茂、2号艇には椎名豊、3号艇には木村正樹、4号艇には藤原啓志郎、5号艇には渡辺和正、6号艇には新海渡る、以上6選手が争います。スタートまで残り1分を切っておりますが、6選手まだバック側での作戦待機行動、1、2、3、4、5、6枠番通りとなります。今日の前半カードは3着昨日から3着3本が続いています。高枠の一戦です。1号手の松井、今日の3着は道中逆転でのものでした。2コースは2番人気2号手の椎名、3コース3号手の木村、4コース下げてかとし3番人気4号手の藤原、今日の前半カードイン速攻決めての3勝目。そして5コース5号手の渡辺、地元のスタート校舎が4コース5コースのダッシュを形成、最アウト6号手の深海です。進入スタイルはスロー3手ダッシュ3手枠なりで10秒前。第8レースは一般戦です。内寄りから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。センターを取れて5スタート3、4、5、6、0台スタート目立っておりますが、後ろ1枠インカ賞金1号取れます。4号艇の椎名は刺す、攻めては3号艇の木村、2番手から4号艇の藤原と5号艇を取れ、6号艇の新家で向こう止めに入りました。1号艇2号艇の刺すは絞り込めセンターを1号艇ます矢崎、もう少しは2号艇の椎名、3番手に残る4艇交戦で一緒に枠の世界相当水上でした。さあどうだ、大阪も1号艇2号艇が競り合った。後方から出番は6号艇の新海、2艇4号艇世界割ってくる藤原、作ってくる5号艇渡辺、ホームに移れば先頭を振り切ったのは1号艇の松井、2番手どうだ6号艇2号艇の接戦目よ、インコース6号艇の新海で、アルゴースは2号艇の椎名で、再アウトが展開する格好は4号艇の藤原、レースは2周目の1コーナー小さく抵抗6号艇の新海で、待って刺すは2号艇の椎名、2番手から4号艇の藤原、3号艇の木村で向こう面です。2番手抜けたら2号艇椎名、地球箱が今度は3番手、6号艇4号艇の接戦は2艇修正6号艇の新海陳走、4号艇藤原と3号艇の木村、最高方は5号艇の渡辺、レースは2周目枠の世界、因果に追っつける4号艇藤原、相当かわす6号艇の新海、後方から切り込んでは3号艇の木村、ホームに移る、まだまだ3番手もつれておりますが、アドゴスタイティバス6号艇の新海、内に粘るは4号艇の藤原、さかなく5番手チャンスあります。3号艇の木村、レースは6レッシュ、セットは1号艇の松井、2番手が2号艇の椎名、3番手を攻める6号艇の進化で、開いて切り込んでくる4号艇藤原、向こう上面に折り返す、この差しもうちょっとなんです。3番手の6号艇進化が2点しリード、上田家は1、2、6、ラストコーナーの世界と向かっています。1台前半から踏ん張ってシリーズ待望の初勝利、セットを1号艇の松井、2番手が2号艇の椎名、3番手の6号艇の進化、ラストチャンス切り込んで4号艇藤原、4番手上田家は1、2、6、3連単オッズは 24.6 倍。先頭1番松井ゴール、2着2番の椎名、3着6番の新海ゴール、4番藤原、3番木村がゴール、ラストは5番の渡辺ゴール。以上、小島第8レースでした。